どう見ても布団。どうも、オリエでーす。なんか今日はね、コナミさんから、なんか荷物が来たんですよ。でけえのが。ので、開けたいと思います。まあ、多分中身あれだろうなっていうのは、もう分かってるんですけど。でかいよ、結構。ドカーン！ね、でかいっしょ。俺の手これだからね、だって。ちょっと手汚いな、ごめんね。俺の手これよ、俺の手のサイズ。どうやって開けるのね、これ。引きちぎるか。引きちぎろうとしたんですけど、無理だったんで、普通にハサミ使いたいと思います。あもう箱ないよ、このはい、というわけで、段ボール引きちぎったら、これが出てきました。まあ、あれだろうなと、もう私は思ってますよ。あれだろうなっていうのが。よいしょ。開けるよーん。開けるよーん。いやー、これだよな。これですよね。あ、ごめん、ちょっと待って。手紙あった。よいしょ。これ前と同じだよね、多分ね。やっぱり、ほら、自称桃鉄芸人、OD 様がいや。この名前で手紙届くこと、まあ滅多にないからね。ちゃんとなんか、しかもファイルに入ってるよ、今回。前なんかさ、この中に、ペラって入ってたよね。はい。この度は、あ、まあ、一緒かな、多分。内容一緒ですね。で、応募来てね、100万回超えていたため、ここに表彰し、ささやかながら、この金の桃鉄を贈呈します。はい、こんな感じのことが書いてあります。前回はちゃんと編集で全部出したんですけど、今回はね、まあ、2回目なんで、ちょっとはしょらせていただいて。はしょるなって話なんだけど。で、問題の中身ですよ。金なんでしょ？今回は。前回は銀だったもんな。うおー、すげえ。いや、これね、これ本当にね、もうほんと、名誉ですからね。言っちゃうなら。せーの、開けよう。いや、ちょっと待って、怖いんだけど、なんか開けんの。いくよ。せーの、ババーン。おお、すごっすげえ、うわ、金だ、ほんとに。え、すごくない？これ、ちょっとほんとに。え、マジすごくない？ちょっと天井映ってんの申し訳ないんだけど。汚ねえ天井映ってんだけど。いや、これ、やばない？これ。これ、やばない？やばくね？めっちゃ重たいし。片手ギリ持てるかぐらいの重さだな。でよ、俺気になってんのナンバリングなんだよね。俺何番目だったんだろうっていう。これ渡された順番なのかな？どうなんだろう？それとも達成した順番なのかな？いくよ、何番目か。せーの。12、一緒だ一緒だ !12 だ銀の時も俺12だったよね、確か。銀の時も、いや、銀あるんすよ、ここに。置いてある。よいしょ。銀もね、取ってあるんですよ、ちゃんとこっちにね。あの、ホコリとかが積もんないところにね、ちゃんと保管してあるんですけど。はい、というわけで、並べるとこんな感じですね。12番か。金も12だったね。一緒だったのかな？もしくは、俺の銀の12に合わせてくれたのかな？もう12番目の銀を渡した時点で、俺の12番目を確定していた可能性もあるよね。もうね、その可能性もまあ、ありますよね。うん。で、なんか、TikTok とか、あっちでなんかね、達成した人もいるみたいなんですけど、僕はあの、正々堂々 YouTube で達成しました。はい、僕 TikTok 嫌いなんでね。うん。で、やっぱ手紙ね、やっぱね、前回の方がちっちゃかったわ。ただなんか、紙は前回の方がいいやつ使ってる気がするな。はい、比較ですね。これが前回のやつ。なんか紙がね、すごいほら、いい素材使ってない？微妙に。って思うじゃん。こっちさ、すっげえさ、もうさ、どう見ても印刷しましたよねみたいな。いや、でも金嬉しい。金嬉しいんだけど、めちゃくちゃ。嬉しいな。なんか、リアルの桃鉄のイベントあったら、こいつらを持ってって、あ、本人ですって言えばいいもんね。俺ですって。俺なんですって言えばいい。うん、で、やってそうだね。やっぱり、うん、両方12だね。順番的には。いや、まあ、12って相当だと思うけどね。だって、ゲーム実況者ってだってバカみたいに人数いるでしょ？下手すりゃ1万人じゃ済まないぐらいいるでしょ？その中で12位でしょ？桃鉄に関して言うなら。うん、俺すごくない？俺すごくない？ね。
で、ま、計算したんですよ。結局、あの後、俺本当に100万超えてんのかなって思って。うん。で、計算したらね、今、108万何千とかだったかな確か。108万うん千とかでした。5000とか6000とか。まあ、そんぐらいでした。確か。108万うん千ぐらいです。まあ、数字としては、ま、多分ね、動画本数の割にちっちゃいじゃんって思う人もね、多分、多々いると思うんですけど。多々いると思うんですけど、まあ、もらえてよかったなと思ってます、本当に。うん。いや、もらえてよかったね。なんだかんだね、間に合いましたね。てか、ぶっちゃけ言うと僕、この、何今、9月30日とかまで確かこれのキャンペーン伸びてるんですけど、僕3月末の時点で達成してたんですよね、100万ね、実はね。うん。で、その後、なんで、じゃあ、届いたの5月やねんっていう、5月末やねんっていうと、僕がね、途中で引っ越しちゃったんですよね。この3月、4月あたりでね、引っ越しちゃったんですよ。で、その関係で、一回、その引っ越す前の家のところに行っちゃったみたいで、前の家のところに届いて、一回送り返されてるみたいなんですよね。宅急便だから。うん。っていうので、なんか遅延が発生したみたいですね。うん、まあ、しょうがないね。それはしょうがないな。それはしょうがないね。うん。まあ、そんなわけでね、まあ、ちょっと5月末になっちゃったんですけど、まあ、一応届きましたよということで、なんていうか、まあ、うん。公式アカウントさんに伝わればいいなと。ちょっと、無事届きましたよ。無事届きました。DM をわざわざ送ってくださって本当にありがとうございます。本当にね、本当に申し訳ない。俺が引っ越さなければね、もうちょっとスムーズにいけた話やからね。ごめんなさい。本当に申し訳なかった。はい。まあ、そんなわけでね。まあ、桃盾もいただいたことですし、うん、まあ、ちょっとこの袋はもう開けずにもう取っときたいと思います。俺の唾が飛んじゃうかも、ほんと。ね、ちょくちょく動画に登場するかもしれないんでね、こいつらね。まあ、その時はね、うわ、すっげーって思ってください。はい、自慢します。もう自慢します、私は。もう、もらえたのマジ世界に十数人しかいないわけだから、ね、だって、今届いて12番目だもん、だって。よくよく考えたら。まだ12人しか達成してない下手すりゃ。12、3人わかんないけど。取ったぞーって言ってた方がいい。取ったぞこれすごいぞ、これ。ただ桃鉄やってるだけで、ここまで来てしまいました。本当に。だって俺桃鉄やってるだけで、本当にただ遊んでるだけですからね、僕ね。それでここまで来ちゃいましたね。まあ、見てくださってる方はもう本当にありがとうございますということでね。うん。桃盾をもらったよ、という、それだけの動画です。まあ、銀の時もね、もらったよって言ったんですけど、やっぱ金、もらえたのでかいね。金もらえたのでかいね。本当にね。いやー、嬉しいね。ちょっとあとこれをさっさと編集しないといけないから、喋りすぎると素材が多くてめんどくさいんでね。この辺で切り上げておきたいと思います。というわけで、桃盾いただきました。公式各位様。公式各位様。ありがとうございます。視聴者の皆さんもありがとうございます。まあ、とは言っても、まだね、これでじゃあやめるかと言われたらやめないんで、まだね。桃鉄セブンやってますから、見てください。まあ、頑張ります。頑張ります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。最近、あんま増えてないって言わないでね。よろしくお願いします。というわけで、はい、オディエでした。ありがとうございました。またねー。